ノーシュガーコーティングタイムということで、おいい加減にせえやみたいなあったら教えてください。この間バスで、Many of my viewers are curious what kind of lifestyle do the Japanese living in Singapore have? What do they eat? Do they hang out with Singaporeans? What's their perspective of Singapore? So today I'm meeting up with my viewer Haruna-san and let's ask them a lot of questions. Haruna-san, 久しぶりです。こんにちは、お待たせしました。元気ですか？ごめんなさい。いやいやいや、でも結構久しぶりですね。いや、本当にご無沙汰しております。どんぐらい、もう 4、5 ヶ月ですよね。そうですよね、なんかどんどん。あれからなんか進展というか、友達できました、シンガポール人。あ、もうジブさんのおかげで。え、僕のおかげで何人できたの？何人かな、すごい仲良くしてくれるのは3人。すごい、僕ですら友達3人いないですよ、シンガポールで。すごい。これから行くお店、チクヨーテイ店で初めて？初めてです。僕があの一番最初起きた頃、はい、まあ、あんまり大したもの食べてなかったんですよ、そしたら現地 の, あの友人に招待いただいて感動したのがこのお店なんですよ。ハロー。そこ酒飲みですか？酒を飲まない？飲みます。今日は大丈夫。なんで今ちょっとあの飲まない風演じたんですか？今日は本当になんかカジュアル、アルナさんのシンガポール生活なんか気になってる人が多いみたいなんで。But I want to do itUncensored, no sugar coating. とか、例えばシンガポールのいいとことか悪いとか聞くと、まあ治安が良くてとかみんな言うんですけど、もうそういうのは分かったの。置いといて。どうですか最近？中国語習い始めました。すごい。僕も勉強しました。なんかアプリとか。教室に行ってます。すごい。你叫什么？哦，我叫哈鲁娜。哇。那货卡とか market って言うんですけど、通じない。確かに。結局あの英語で質問されて、なんか。そうなんですよ。こっち喋りたいのにみたいな。アンティーがもう。他に何かやられてるんですか？一人でショッピングモールブラブラしてます。涼しいから。シンガポールあるある。外出たくない。あれです。ま働かれてはないんですよね。働きたい願望はあるんですか？でも確かに働いてみたいですね。どういうキャリアだったんでしたっけ？5年あの客室乗務員してました。そう、その時の印象がちょっと良くなかったので。なんでですか？なんかあったんですか、シンガポールで？ビジネスクラスで働いてた時に指パッチンで呼ばれました。本当にあるんだあれ、びっくりしました。パチって呼ばれる。あ、なんか、はい。なんか音が聞いてんのかなみたいな感じではなく、呼んでた。顔は真剣だったので。あ、こんな感じで。そうなん、はい。茶碗蒸しです。茶碗蒸し大好き。3、2、1。すごい、ふわふわ。I think person who uses the best unagi in Singapore. おいしいですか？結局指パッチンどうなったんですか？いや、もうお伺いしに伺い。無視はできないですもんね。それがシンガポール人の印象になっちゃったって感じですか？あ、ですね。ちょっとそのお金持ちでプライドが高い。あ、まあでもイメージ。その人しか知らないですもんね。そうなんです。でもなんかその瓶全体もちょっとなんだろう。全体的にそうだったんだ。そう、外れ瓶かもしれない。フレンドリーな方がいなくて、みんなちょっとピリピリみたいな。でも変わりました、この実際住んでみて。そうなんです。なんでこんなフレンドリーなのって思いました。なんでみんなめちゃくちゃいい人たちだと思って。本当そうですよね。基本なんかフレンドリー。フランク話しやすいし、でもずっと日本帰れてないじゃないですか。はい。恋しくなった時にどうします？うーん、僕は企業さんとのコラボがきっかけなんですけど、その最近日本からあの商品を取り寄せることにハマってまして、で、items are actually arriving today. You can now get Japan's hottest trends directly shipped to you using Shopee. You'll find so many products difficult to find outside of Japan, such as food, beauty, toys, and games, and much more. だからこのサイトなんですけど。
ここにあの日本から直接取り寄せることのできるアイテムがこうやってまとめられてるので、まあ、例えば PS5 とか、すごい、お菓子とかね、もちろん。I'll do a review of the items I got later at home, but if you're missing Japanese products and food just like us, check out the link in the description box below. And you can use my code ghib.ojisan to get 10% off. はるなさんどうですか？その恋しくなった時に、うん、何してます？やっぱ日本のご飯食べたりとか。そうですね。とりあえず、スシローに行くか。スシローいいよね。主人と家カラオケとか。ああ、YouTube 流して。それ面白い。とまあ、妄想。妄想あ、帰ったらここ行きたいなとか、あ、この温泉泊まってみたいなとか、予想して書いたりしてます。僕もあのめっちゃ YouTube 見ますね、うん、こう行ってみたいとかめっちゃ確かに。そうですよね、やる。温泉とか行きたい。 あるんですよ一応、あの全版は全版だいぶ違うんですけど、ま、It's very different but it's actually yeah, 温泉すごくない？これ天然ですよ。 It's very fun butAfter like sticking my feet inside for like 10 minutes, I started to wonder, why am I doing this? And I have like sweat coming out, you know, like waterfall. Oh my god! No sugar coating time ということで。おお。シンガポール。いい加減にせえやみたいな。僕はこの前も動画にしたんですけど、トイレきれいに使えやっていうのは。この間バスで。何やったストップボタン押すじゃないですか。あ、はいはいはい、止まってくれませんでした。あ、そんなことあるんですけど、あ、それ僕ない。あ、私もでも初めてでした。困りましたね、それ。困りました。抗議しました。いいえ日本人ちょっとタクシーのうんちゃんたちが、え、トゥーマッチトーキングの時ちょっとうんってなります。僕の友人ジェームス君も台湾人の人も同じこと言ってました。日本はあんま喋んないんですけど、フレンドリーな時もう暑すぎますね。あ、暑すぎ。あとはあ、どんどん出る。シングパスの関係でコンタクトしたんですけど、全然返信来なくて、もう忘れた頃にハワイみたいな。政府のものですよね、あれ。これだから、これは多分シンガポールがって感じじゃなくて、日本の外はそうなんですよね。あ、そうですよね。日本が丁寧すぎるんですよ。確かに、確かに。こうやってシンガポール人とやり取りする機会増えたじゃないですか、はい、なんか日本人の友達と違う点だったりしますか？なんだろう。初めて会ったシンガポール人の子がなんかいろいろケーキ持ってきてくれたりとか。なんで？すごい優しい。そう、みんなすごい優しくて、あとはおごってくれたりとか。ああ、ウェルカムというシンガポールみたいな、うん、そう。それってやっぱ日本人ないなと思いました。日本人ってやっぱ最初すごい距離感あるじゃないですか、うん、特に初めましてだと、うんうん、お互いなんかすごい気を使ったりとか、うん、確かに。こっちの人ってなんかすごいもっとフランクというか、そうですね、オープンに、なんかオープンなので、うん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 、楽ですよね。うん、話しやすかったです、みんな、うんうん、え、世話好きなのかなと思いました。あ、世話好き、うん、なんか間違いない。ここおいしいよっていろいろ教えてくれたりとか、うんうんうん、Thank you so much. はい、お腹いっぱい。豪華でした。美味しかったです。美味しかった。よかったです。またお会いしましょう。ありがとうございました。さよなら。はい、ありがとうございます。はい。Alright, so I got home, took a shower, and look what has arrived. So all these I got from Shopee shipped directly from Japan. It's really easy to find out which products are shipped from Japan. Just look out for the Japanese flag at the bottom right. And now they even have a page that creates all products from Japan. You'll find so many products difficult to find outside of Japan, and the cost is also relatively low. And for me, these took like around 7 days to arrive. Oh, and don't forget to grab the voucher. I'm sure they'll all be gone very soon. だから僕の場合はこんな感じで日本の商品をあの買い物することでちょっとホームシックを和らげてたりしますね。これとかなかなか見つからないですからね、シンガポールで。 Okay, let's why don't we just try out a lot of the product we got?A very simple dish. It's only asparagus, but I put the mentai mayonnaise. Mentaiko mayonnaise. Mmm. Oh wow. Give it a shot. Wow.
Wow, you got all that nice umami from the mentaiko. Again, this is just one example of what's difficult to find in Singapore. Let's try out the other products. Do you know momoya? No. I still remember when I was like 10 years old, right? This was super huge in Japan. It suddenly came into the market. Long time ago in Japan, chili oil was only used in like gyoza sauce. But this one, this is not for dipping. It's for eating. So that's why they call it eating layu. I'm gonna pour it over my rice. This is how you eat momoya's layu. So good, so garlicky, packed with umami. Not too spicy though. This is also good for ramen, natto, it says udon, salad, chahan, and of course dumpling. So you can put this on like basically everything. So this is their other product, great as a dipping sauce for veggies. And I also got jagabi, one of my favorite snacks from Japan. And this is butter shoyu flavor. Instant happiness. DIY pancake set to make our own pancake, and look how fluffy this thing is. And you can tell it's moist inside. I cannot believe I made that. This is so good. It's eggy, buttery, and slightly get that saltiness. And of course, with a nice dessert, you need nice tea and coffee. So this is from Lipton. It's a sakura tea, so you got that nice cherry blossom aroma. Wow, this is so good. And I don't think I've seen this in Singapore, so probably quite rare. And of course, coffee. You need some coffee. This is black in box. So it comes with four types of coffee. So I've been already drinking this for a week, and it's great. It calms you down, you know? Gives you a break in a long day. And some other things we got is, okay, so I got this for my wife. You can see her happy face behind the camera. I know it's very popular, so I want to try. Yeah, okay. Wow, it smells like honey kind of. It's kind of sweet. I see. Don't eat, It's not so fluffy. Wow, it's very moisturizing. Nice, huh? That is very high quality, you know, skincare product. And it's, I remember it's very cheap on Shopee compared to the retail. So that's another reason you should be browsing through its site. And of course, I got some dripper. This is from Hario, a Japanese brand, and it enables you to drip delicious coffee. And I just noticed it even came with a gift. Oh, that's nice of them. So if you are missing Japan like us, definitely check out the link in the description box below. And thank you to Haruna-san for participating in this video. Her Instagram account is also in the description. And don't forget to use my code ghib.ojisan to get additional 10% off. Thank you for watching. Have a good day, guys. Bye-bye.